皆さんこんにちは。新外交イニシアチブの代表弁護士猿田紗代です。昨日からそして今日この今これを見ておられるその瞬間もですね、皆さんハラハラドキドキアメリカの大統領選挙の結果をですね待っておられるかなというふうに思うんですが、逆に情報があまりにもたくさんありすぎて、随時入ってくるニュースを見ているとどこをポイントに見ていいかわからないよというような方も多いかなと思いますので、今日はここで結果が出るまでの間どんなところを注目して見ていったらいいのかというポイントを整理してみたいというふうに思います。まずアメリカはですね、日本と違って8時にこう投票が終わる、9時に終わるってこうビシッというふうにですね、言えない。それはまずですね、国が非常に大きくて、そもそも時差がこう各州によって国の中であるというのがあるんですけれども、まあ、激戦州と言われる州はほぼ今私これを取っている時点でもですね、投票終わって開票に入ってはいるんですが、じゃあすぐ出るのかというとそれもまた違ってですね、今回は期日前投票、郵便投票も含めた期日前に投票した人というのは実にたくさんいらっしゃいます。1億人以上というふうに結果は出ていまして、それは人口が3億人ちょっとの国ですから、1億人というのは3分の1になる人口、投票できる人からするともっと多い割合になりますけれども、これを数えていかなくてはいけないというのがあるんですが、じゃあもう期日前投票、こう投票した人が2週間前に投票したら2週間前から数えればいいかというと、それもルールで各州それぞれが決まっていて、激戦州と言われるようなですね、ペンシルバニア州、ウィスコンシン州、あるいはミシガン州といった非常にこの選挙の結果を左右するような重要州、激戦州で、その開票がですね、ペンシルバニア、ウィスコンシンなんかというのは今日まで開票を始めることは認められていませんでしたし、ミシガンでも前日まで認められていなかったということ、今日というのは大統領選の当日ですけれども、当日まで認められていなかった州が激戦州で2州、それからミシガン州という激戦州も前の日まで投票が認められて、今の投票の開票ですね、開票が認められていなかったということで、それだけたくさんの人の期日前投票を数えるのにどのぐらいかかるんだろうということ、またペンシルバニアなんかではですね、その結果が出たことについての異議の申し立てというのも認めているというようなことがあって、じゃあ3日というのは投票日で、あるわけですけども、4日、今日である4日、そして、明日以降になってもですね、そういった州で結果がまだ決まらないかもしれないということが、大きくこの後どうなっていくのかということを、まあ、不安定な状態にしているかなというふうに思います。でこうどこが激戦州なのかということを改めて整理をして、そこをまず注目をしていっていただければというふうに思うんですが、フロリダ、ペンシルバニア、ミシガン、ウィスコンシン、ノースカロライナ、アリゾナといったところですが、今この撮影時点ではですね、どの州もまだ結果は一つも出ていません。他のところはもうパラパラ出始めているところもかなりあるんですけれども、激戦州はどこもまだ結果がどちらということは出ていません。でしかもですね、前回ご紹介したリアルクリアポリティクスなんかを見ていると、まあ、結構ですね、トランプ氏有利の州なんかもあるようにも見えるんですが、それは昨日ですね、その投票日、その日にですね、投票した人の票っていうのはかなり数えが早くてですね、トランプ氏有利に出ていても、民主党の少なくない人っていうのは民主党が推進をしていた郵便投票で投票しているっていうこともあって、後で数えられる票の方がバイデン氏有利に働くんじゃないかということもあって、なかなか当確が打てないというように状況はなっています。で270人に達した人というのが、まあ、当選というふうになるわけですけれども、まずはですね、この開票速報を見ていて、皆さんどこを見ていいのかわからないと思ったら、フロリダ、ペンシルバニア、ミシガン、ウィスコンシン、そしてノースカロライナ、アリゾナといった州に注目をして、また多分最後にですね、バイデン氏の票の追い上げというのが郵便投票の結果の開票で上がってきますので、まあ、そんなところも見ながら今回の開票を見守っていただければというふうに思っています。勝利宣言をした後でですね、まあ、裁判闘争に持ち込むというようなこともあり得るだろうというふうにも言われていますので、まあ、もしかするとどちらかあるいは両方がですね、勝利宣言のようなことをして、そして明日以降を迎えていくというようなことも考えられるかなというふうに思いますけれども、アメリカ各地ではですね、もうその結果によっては暴動も起きるんじゃないかということで、ワシントンなんかでもビルにですね、大きな
パネルを貼って、もう国のですね、ベニヤ板みたいなものを貼って、耐えて、何か起きても大丈夫なようにしているというようなこともあって、まあ、冗談で国連の選挙監視団が行った方がいいんじゃないかみたいな話も聞いたりもしますけれども、まあ、非常に国が二分されて、まあ、その結果が近く出ていくと出るというようなこともあってですね、まあ、CNN なんかを見ていても、そのアナウンサーがまだこれで決まったと思わないでください、まだ決まったというには早いですと、各種の発表についてもですね、非常に激戦なものですから言っていますので、皆さんもぜひ最後の最後まで見届けた上でご判断をいただくといいのかなというふうに思います。以上、大統領選の開票速報を見るポイントでした。